シャッスの赤です。今回はこちらをね、これですね、マシュメロの収集ツール、こちらのチャレンジをね、皆さんの方でやってもらいたいと思ってます。はい、というわけでね、今回はこちらのね、皆さんこちらの収集ツールとか他あと2つのねチャレンジやっていきたいと思います。今日のイベント前にやっぱり揃えておきたいと思うので、それでは行きましょう。まずはここプレザントパークのこの会場にね、まずはここに降りてからのスタート始めますよ。まずはここですね、プレザントパークのここに降り立ってください。はい、次はこちらのねマシュメロポスターでございます。これですね、これを開ける、これですね、ショータイムのポスターを探す。同じあれですね、プレザントパーク内の真ん中の方にあります。残るは1つだけですね。はい、次は凍った湖でこちらの方でね、ダンスをするメロディーコーを使う。はい、こちらでございます。場所はね、ここ、GABC の 7C の7の方の真ん中のここですね、ここになります。さて行くぜ。グリーシーのあれですね、キャンプ用品店かな。はい、お次はこちらの方になります。ここのガソリンスタンドのところで踊ってください。場所は G の9の方になりますね。マシュメロちゃんたちがいっぱいおるで、ここにっていう感じでね、場所は非常に分かりやすいですね。ここのガソリンスタンドのところで踊ってください。 G の9では次行きましょう。はい、というわけでお次はこちらの方ですね、こちらの方で踊ってください。場所は I の7、ちょっと上あたりかな、ちょっと上あたり、 I7 のちょっと上あたりにあるこちらの方でなります。これでマシュメロチャレンジ終わり。皆さんイベントが、そうですよね、イベントがあるんですよね。今日の4時、今日の4時、明日の4時かな、ちょっと待ってくださいね。イベントは、はい、そしてね、マシュメロの皆さんイベントは今日の4時ですよ。朝、今日の朝というか、なんでしょうね、今日の言ったら、厳密に言ったら明日の朝4時って形ですね。いやー、楽しみですね。マシュメロのイベント、やっぱりね、こちらを聞くんだったら僕おすすめはやっぱりスピーカーをバンバンね、もうかけて、もうどんどこどんどこって感じなんでね、スピーカーの音量マックスでやっていってほしいところなんですけれども、朝4時なんでね、やっぱりちょっとね音量的に厳しいっていう人もいると思います。なのでやっぱりヘッドホンとかかな、それで楽しみたいですね。音楽イベントなんでね、そこら辺はちょっとねすごく楽しみですね。いやー、本当にフォートナイトでもなんかこう昔さ、なんだっけ、そういうなんか仮想世界でなんかどうのこうのやるってことが結構流行った時期があったじゃないですかって言っても、多分その時期流行ったねって分かる人がおそらく10代なはずがないので、絶対2、30代あたりがね、セカンドライフとかあったじゃないですかとか言ってさ、あれねって分かる人たち言ったら絶対そんな10代の人いないんであれなんですけど、そうですよね。だからそういうのがマジ現実世界でね、あるのも、よく皆さんね、ライブとかに行かれる方だったら現実世界の方がね、しっくりくるかもしれないですけれども、こうやってね仮想の世界でやるっていうのもなかなかおつなもんですよねっていう、そういうお話でございますよ。わあ、これどうしようかな、これでいいかな、この回復全振りである。 OKOK。 いや、なかなかね、やっぱ音楽イベントはね、どうしたらいいかっていうと楽しむんですよ、ガンガンで。いやー、いいね。一回行ったんだけどね、アメリカの方のイベントの方では聞いたんですけどね、やっぱりなんだろう、そこでも良かったんだけど、ステージ的に規模がでかいわけじゃなかったので、何万人とかそういう規模のねあれとはちょっと違かったので、いや、そういうなんかイベント行ってみたいですよね。僕もナナさんのライブとかって何万人規模のがもう当たり前のようにあるんですけど、もうなんだろうね、そういうまあライブってなるとやっぱね、メインがナナさんなのでどうしても。危ねえ。そうなんですよ、メインがナナさんなんで、音響的のすごい大きい音でやってるわけではない、まあ大きい音でやってるんだけど、なんだろう、その腹にくるような低音とかそういう感じのものではないので、そこら辺やっぱ楽しめるイベントですよね、こういうマシュメロさんたちがやってるようなイベントは。いやー、一回ね、やっぱお腹からくる低音ってね、すごく心地いいんですよ。皆さんもね、多分聞いたことがあると思うんですけど、太鼓とか和太鼓とかどん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 って演奏、多分そっちだったらまだ聞いたことあるんじゃないかって思うんだけど、いや、それやっぱなんかお祭りとかでも多分あると思うんだけど、お腹からズシーンってこない、それがね最高なんですね。いやー、やっぱね、体で感じるっていうところなんですよ、音楽は。やっぱね、そこがライブとかそういうイベントの良さでもあるんですよね。まあ普段のね、日常生活でそういうことってほぼほぼないじゃないですか。お腹から低音感じるなんてことはないわけですよ。そこをね、しっかりとね感じていくっていうのがゲーム内でできるっていうのはすごいことですよね。 OK、 この偽物め偽物め許さんぞ許さんぞとか言って、うわー怖っ自分の方に降ってくると思わんかった。怖えよ怖え。いや恐ろしい。あー、ちょっと食らったのか。でもまあ、うわ、スナイパーか RPG って言われるとな、使い勝手いいのは RPG なんだけど、スナイパーの方がキルは伸びる。 RPG はキル伸びるかっていうと際どいところだからね。さあこうやっていこう。回復したいけどな、キノコないか。だいぶ自分真ん中の方にいるから平和かな。ああ、そこおるね。多分向こう側と、こういう時に RPG あるとすごくいいんだけどね。でもあ、惜しい。お、なんであんな直で戦ってんだ、あの人たちは。こういう時だよね RPG の良さって。ギョフレル胴体を潰すって形でね。つながってるかな、つながってるか。これはさすがに、うーん、こうなっちゃうとめんどくさいね、やっぱ。あー、自分間違えたのに。壊されることないからいいけど、ここは。これはこれでまた、もう、あ、やべえ。RPG は誰かと誰かが漁振ってるときに。やったぜわあ、そうきたか。まあいっか、もう残り9人だし、反キャの方に移すか、装備を。これでいきますか。なんか上で戦ってるかと思いきや上で戦ってなかったっけ。また飛ぶんか。また飛ぶんか、あの赤ずきんちゃん。どこに入れたんだあれ。わかんな。あー、あれか。わかったぞ。こういう時はな、どうしても彼に同行しづらいわけですよ。体力回復したいなぁ。なんかないかなぁと思ったらなんかおった。体力は食らってないけどもらうもん何もないな。なんかあっちいるみたいですね。マシュメロパワー見せるぜ。これとこれを使いこなすというか、これを使うの忘れてたよな、すっかり。ハンドキャノンっていう便利アイテムがあった。あれ、あ、俺や。あかんなあれは。あー、これ迷うね。あれは倒せそう、なんか感覚的に。いや、包帯星見の好きやな。そう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 。なんなんそれ。多分いける。多分激オッケー、ナイス。よっしゃー。おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー。きたー、よっしゃー。